さて、姫と魔法のね、ライブも本当はやんなきゃいけないんですけど、ちょっと腰は治ったんで、まあそろそろやりますよ。まだ言えない。まだ言えないです。今はまだその時じゃない。まあちょっと、まあ僕も含めてね、皆さん緊張してるようなので、まあ、要は個室の勝負ですね。個室の勝負。というわけで、まあ心地よいボサノバに乗せて、まあ今ちょっとちょうど VR 撮影もねしていますので、まあ、ちょっとピアノはやっぱ場所が固定されていて、あんまりこう暴れられないんですよね。暴れない、動けないということは肉体が固定されているということなので、まあ、どこに負担が来るかというと、やはり腰に来る。僕はまあ、完治したとは言っていますが、基本的に何でしょう、メンテナンスが常に必要というか、XJAPANの YOSHIKI さんは椎間板ヘルニアの首なんですけど、僕は腰でその肋骨と肋骨の間の、あんま真面目に聞かなくても大丈夫ですよ。肋骨じゃないしね、背骨と背骨の間の、ぬるっとした部分が、骨と骨がこうなってて、この間に粘土みたいなのが入ってるんですけど、それがこうニュッと背中側に出ちゃって神経に触るので激痛が走る。で、腰に来る人は、足にしびれが来るんですね。で、まあ YOSHIKI さんとこの場合はここに来てるから手に来るんです。もう本当上半身なら手がしびれる。だから痛みとかもすごいよくわかるし、ゲンメさんもペインってありますよね。そう、ゲンメさんブルブラッとしちゃいけない。やめてて。配信が止まる。Google のシステムで配信が止まってしまうかもしれない。その曲聴いたらダメなんです。システムが稼働しているので。なので、演奏中ではありますが、ですね、まあ、オーバーアクションをしたいのはせっかく VR 撮影なので飛び出したので。というわけで、心地よいお二人の、ボサノバ演奏をラストサマーに乗せて、ちょっとマッケンジー体操のレクチャーを、この中央の広場でやってみようと思います。マッケンジー体操というのは、ニュージーランドの、療法士が考案したですね、かなり古い人なんですけど、日本にもマッケンジー協会があっていうのは、勝手にマッケンジーのレクチャーしたらまずいぞと怒られる気もしますが、協会の方々に、まあ普通腰が痛いとかがみますね、こうやってね。で、かがむ「痛たたたた」って CM とかになります。そうではなくて、逆に反らせることで飛び出したヘルニアを内側にへこめるっていうか、神経に触れないようにするっていう、こう単純にする言うとそういうマッサージで、途中で僕は寝転がって腰をひねったり、スフィンクスのポーズということですね。まあ、腰椎体操の一番分かりやすいポーズを取ったりするのですが、まあ、もしこの中で体に、ね、ちょっと不調のある方とかは参考にしてみてください。僕は大体これを繰り返すことによって腰痛をギリギリ取って、ピークの時はもう新幹線とかみんなが通路でやってましたからね。あと人混みではちょっと変な人に思われそうなので、できるだけ人混みのいない場所でやるようにしています。意外と都会は寝転がってる人が多くいて、やれるんじゃないかっていう感覚は下北沢あたりではありましたが、じゃあミュージックスタートということでよろしくお願いします。素敵な音楽のおかげで治りました。ありがとうございました。でも実際これをやるとしばらく持つっていう、4時間ぐらい持つっていう、そういう体操ですね。あんまり変なことを教えるとマッケンジー協会に怒られちゃいそうですけど、さっきのエビゾリはスフィンクスのポーズ、誰が一番有名ですね。